15歳以上推奨。この物語はフィクション。いやいやあ、刹那圭介だよ。すごそうなフリーゲームを見つけたので、今回実況させていただきます。今回って、ロート・イム・バルトって読むらしいです。これ、ドイツ語でして、意味は森の中の赤。どんなゲームかって言いますと、赤ずきんを題材にしたちょっとホラー寄りの、ホラー寄りっていうか、若干ホラーなゲームらしいです。このグラフィック、すごい綺麗な女の子おるよね、これ。すごいリアリティがあるっていうか、なんか引き寄せられるような絵がありますが。まあこれもね、このゲームに興味持った一つの理由なんやけど、一番の理由はね、このゲームの構成ですね。なんでもね、このゲーム前半がセリフなしの考察パートになっとって、で、後半にセリフが追加された真相パートに分かれとるらしいんですよ。なんかその構成がね、すごい気になって興味持った、このゲーム。それが一番の興味ですね。要は前半部分で、こんな考察したんやけど、実はこんな感じでしたみたいな、そういうプレイヤーを、面白い意味で裏切るような要素があるんじゃないかなって思っております。すごい興味がある、この構成。そこにちょっと惹かれて今回実況させていただきます。始めます。ゲームプレイに関してのお願い。15歳以上推奨っていうのを最初に言ってた。あとこのゲームには、ごくごく軽度のホラー表現。あと、軽度の暴力、カニバリズムの描写があります。カニバリズムってどういう意味かって調べてみたらね、人の肉を食うこととか、そういう文化のことを言うらしいですね。そういう表現があるらしい。苦手な方はプレイを控えてくださいということです。まあ、この辺はまあ実況のあれなんで、多分視聴者の方には関係ないと思うので、これはちょっとさらっと流しますね。俺は気をつけなあかんこと。ペーパームーンプレゼンツ。ロード・イム・バルト。すごいよね、これ。この絵の引きこもれる感じ。こっからスタートします。赤ずきんが家から出てきて、すごいリアルだろ、この。デッサンやん、こんなん。ほんとにこんな女の子がおって、それをさ、絵にしたような、絵の具で絵にしたような、デッサンやん、これ。これも一つすごいよね。ただその無表情の、女の子のこの無表情、若干怖いところあるな。しかも、てん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 って、メッセージウィンドウが出ておきながら言っていることが、てん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 っていう不気味さもある。ちょっと面白そう。セーブロードでメモリーってあるんだよ、これ。なんか記憶が追加されていくんか、これ。これもちょっと後々気になるところですが、前半はとりあえず進める感じ、考察をしながら進める感じなんで、まあ視聴者さんもおのおのの考察をしてくださいね。考察パートっていうのは要するにね、受け手の考え次第でいろいろ変わっていくもんですからね、どんな考察をしてもいいと思うんですよ。ただ、それをね、真相パートでは実はこうだったんですよっていう感じで裏切ってくる。いい意味で裏切ってくるゲームだと予想しております。上になんか道があるけど、こっちは行けんのか。ちなみにこのゲームダッシュできまーす。ちゃんと矢印がある。おっと、この辺で赤い花がちょっと咲き始めたらそんなの関係なかった。そんな赤い、道があるけん、向こうに行ってみたいなと思いながら矢印をこっちです。残念。このゲームは一本道だ。あ、家がある。あ、これおばあさんの家か。赤ずきんやもんな。おばあさんの家にお見舞いにやってきました的な展開じゃ。ほら、見てみ。これはね、他の知らない人の家とかだったらさ、簡単。お邪魔しまーすなんて言うんだろうけどね。これ赤ずきんちゃんがおばあさんの家に入ったからね、無言。無言だからね。多分これは考察パートとかそういう問題じゃなくてだね。今なんか、気のせいかな。おばあさんのいびきじゃないだろ、これ絶対。これはおばあさんのいびきじゃないわ、これ。もう赤ずきんっていう前提がなくてもこれはおかしいと思うよ、俺は。思いますよ。
これはカズキンって前提がなくてもおかしいわ。なおいそう、カズキンだなって思えるような感じではあるけど、めっちゃ飲み散らかしとるやん。狼なんだろうけどめっちゃ伸び散らかしとるやん。これ瓶の音リアル、瓶の音がリアルだった。割とリアルなんやけど、だってビー玉入っとるラムネってこんな音するもん。割とリアルやん。動くやん、オブジェクトが一個一個動くやん。作り込みがすごいな。おい、1階のやつもちょっと見てみたらなるでないか。お前2階の寝とるやつで調べかけたら、なんか物語進むんだろうけどさ、ちょっといろいろ調べたらなるわ、お前。お前、そんなことやられたら、お前。あ、なんもない。ないんか。わかりました。これも値引きの主に話しかけていきたいと思いますわ。どうしても瓶の中にビー玉が入ってそうな感じがする、お前。いや、どうでもいいや。おばあさん、おばあさん。お菓子につけたきび団子。一つ私にくださいな。違う話になってるわ。どうした？食われた？一瞬の出来事でした。デトアーって読むかな。これも多分ドイツ語。え？何があったん？ちょっと時が戻ったみたいな感じになってる。やり直しや、お前。死に戻りの力で飛んでないか、この女の子は、カズキン。夏木スバルじゃないんやけど、お前。あれ？これ、スタート地点の家だったと思うんやけど、メモリー、もしかしてメモリーなんか増えとんじゃん。増えてるっていうか、さっきの家これだったんじゃ。なんて読むん、これ。ちょっと、デトアって。なんて読むん、ちょっと調べてきていいっすか。はい、調べてみました。これ、迂回って意味があるらしい。ちょっと遠回りしたらしいな、なんか知らんけど。俺としてはまっすぐ行っただけだよ。あ、でも迂回ルートできてる。こっち矢印ついてなかったやん。近道しようとしてるやん、おい。ショートカット。ショートカットなんかな？うわぁ、なんか変な魔法陣浮いてる。触れたらなんか儀式起きそう。なんこれ。パーレンツ。ペアレンツ、グラーブ、親のグラーブは分からん。墓ってグラーブっていう？親の、どうしたの白黒い。誰か来たーっていうか、あれ、もう一人の僕、もう一人の私。そこに私がいますね。死んでなんかいないのに。の風に透明になった。何だったんや。何を言い表したかったんだろう。やばい、考察しおりもさ、ちょっとわけわかめなんですね。これをちゃんと考察できる人が想像力豊かな人なんですよね。僕には無理ですね。何だろう、別のメモリーの赤ずきんちゃんの行動だったんかな今。もしかしてメモリー増えた？もしかして。増えてますねー。すごいよな。まさかショートカットしたらこんなもんに巡られるとは。で、こっちか。その上でこっちか。この辺は別にまっすぐのままか。あー、迂回ルートできてる！ショートカット！この先になんかあるんかな？あー、こっちはちゃんと道に繋がってる。ショートカット。おーおーおお、なんか戻…え、なんか、むしろなんか逆方向に違う道に入っていってるよ。迷子になっちゃう。俺方向落ちだから迷子になっちゃう。あれ、けどさっきの魔法陣まだある。魔法陣ぐる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 乗っかった。なんか外から見てるな。なんかこの声怪しいわ。ちょっとこっちから覗いてみましょうみたいな感じでちょっと感づいてるのか、感づいてるのか。あ、ライフルがあるな。なんかガーン、銃があるってことは確認した。どうしてこの白黒になるん。
ああ、でももう一人の僕、もう一人の私、と誰か知らん人。帽子をかぶったボーイフレンド、ボーイフレンド。あ、去っていった。振られたな。まさか振られたな、お主。メモリーまた増えたんじゃん。ガーン。10。そやな、漁師の人がおってこその赤ずきんやもんな。影しまってるわ。なんか記憶を集めるようなゲームになってきたぞ。そしてさ、記憶を見たって見るたびにもう一人の私が出てくるんやけど、もう一人の私なんだ。こっち、あ、戻ってきたな。あー、来た。おばあさんの家、かっこ今は狼の家と化していますが、見慣れた風景、ここは見慣れた風景、風景だな。んだもん、もうちょいいい髪型あるだろうに。このリアリティのある動きも健在。そしてビー玉が入ったラムネ。わっ、また魔法陣来てるよ。この魔法陣が記憶のありかを示しとる感じになってる。そしてこの顔怖いんだよな、毎度毎度。可愛いかのにこの無表情、なんかちょっと怖さがある。しかもなんかちょっと血みたいなのついてる。そういうメイクが流行ってんのか。あ、なんか見たことある、見たことある、この踊り方見たことある。ちょっとこのぐちゃぐちゃって、もう、あらら、悲劇が繰り返された感じになってる。でさ、また死に戻りでまた出てくるて、そのさ、もうどう抗えないから、もう抗うことをやめたわみたいな顔やめてほしいんやけど、怖い、マジで怖い。あ、今のは結局このデトア、ディトアだったっけ、読み方忘れたけど、との迂回と同じ内容なんかな。まだなんかあるだろう。まだなんか拾えてないっていうかさ、見てないもんがあるってことだろう。つまりああ、魔法陣あった、見たいところあったんじゃ。なんか漁師のあのガンがあったところの建物から左の方に行ったらこういうのがところがあった。ここ見てないな、だってこの魔法に乗ってないもん。なんだ、何が来る。シャー、白くなった、来た、狼泣いてるな。もう一人私も近づいて、あー、こっちが見られました。ロックオンです。逃げて、わー、あ、襲ってこない？なんだ、かわいい子じゃん、よく見たら。ほら、よしよし。いい子、いい子。はい。なになに？なに？ビリビリって。あ、怪我してたの。あー。ブレッド。なんでってパン。なんでパン今の様子にもなくパンなかっただろう、お前。パン様子なかっただろう、お前。一つ主張して。なんでパンでできたん。代わりにこれあげるって俺が。どういう願いがあんだよ。どういう願いがあんだよ。終わった。なんでパンでできたんだ。わからんぞ、わしには。上、行ってないね。なんか、あれ、なんか、高い高級な家がありそうな感じがしますけど、入ったよ、鍵かかってた。おお、来た、魔法陣。何が来るって言うんだい。お、来た、もう一人私。何、キロキロ見て、何それ。これを鳴らせば幻獣が来るんです。なんか思っとったやつが違う。もうちょい穏やかなやつが来るかなと思っとったら、なんかバトルしてしそうやだ、お前。フラワー、どういう基準でこれが出てきたかわからんけど、なんか花札の絵に出てきそうなぐらいにリアリティのあるいい絵ですね。
わかりませんね。あれ、なんもないん、この方、この辺は。終わりか。メモリー、これで5つ目か。わあ、この感じ、あと3つぐらいあるぞ、なんか。そんな気がするぞ。探せ。そこに全てを置いてきた。行ってないところはどこだ。こっちは道続いてないね。戻って戻って、こっちは、こっち行ってないんちゃうん。どうかな。うわあ、迷っちまうぜ。ああ、いい止まり。ああ、あ、こっから左に、あれちゃうな。ここから下に行ってから左に行っきょったら、その魔法陣が見つかった感じだった。ここから行ってないところに行くにはどうすればいいのかと。これ行き止まりで上に行ったら魔法、ここの建物来た。が、この建物のところに建物なかった気がする。太陽が建物、なんかの柵があったけど、建物ない。こんな感じ。どっか見てない部分があるな、これ。あのエンカウントによってなんかこの建物の中の雰囲気変わっとったりするんかな。あ、多分変わってないな、これ。あれ、あー、こんな感じか。あれちゃうぞ。おいおい、なんで、誰だお前は。鈴鳴らしやがってよ、お前。呼び寄せられてるやん。ワイン、おい、年代物の場合をよこせって言ったな。これは5年ものじゃないか。あ、せっかくのワインを。なんでそんなに割っちゃうのよ。この子が大切に選んだワインを。あ、またこの絵。ああ、真っ赤っか、真っ赤っか。トマトをぶちまけていくなって言いたい。いつもだったら俺はトマトって言うところやけど、ケチャップです。作者さんはケチャップが少々出てきますけどみたいなツイッターで言ってたわ。ケチャップです、これは。俺だったらいつもだったらトマトって言うけど、作者さんがケチャップって言ってたから、ケチャップです。水沈められてる。ベール、わあ、血まみれになってるよ。お前そんなフェイクが好きなのかってぐらいなんか芸術的な塗り方してるな、それはそれで。なんか若干民族、なんかどっかの民族でそういう化粧をするところがありそうな気がするもん。メモリーの数あと一つぐらいあるんじゃん、これ。ここ広い目にあって、なんか狼がすごい主張してきてます。どっからか知らんけど狼の主張が聞こえてくる。どうするかな。なんか声が近い。あ、なんか声が近い。なんか近い気がする。この先になんか狼がおる気がする。あー、来たー。そうな気がしたわ。なんか音も出てくる方向がなんか違う、こっちだったわ。真っ赤か。トマト民族やん。もうトマト民族って呼んだのか。ちゃう、トマトでないわ。ケチャップ民族じゃ。そうそうそう、鳴らしてる。何だ結局その鈴。出てきた狼。狼の精霊っぽい。ああ、ちょっと可愛い。お手伝いしてくれそうな感じの。読んだな、なんか。マイ・ウルフ、お前のだったん。お前のだったん。あ、だから鈴、これ鈴鳴らしたら来てくれるんじゃ。飼っとる狼だったんじゃ。手名付けとるんじゃ。
ちょっと待って、その顔やめろ、お前。その顔はダメなやつ。その顔はダメなやつ。何この歌。精霊に呼びかけるための歌みたいなのが。誰だ、お前は誰だ、いきなり出てきてよお前もう何の前触れもなく出てきてて、お前は誰だ。わあ、やっぱそうだと思ったわ。ダメな時の顔だと思ったわ、これ。やばかれた。エッチなことが目的か、お前は。ああ、ああ、ケチャップ、ケチャップ、わっしょいわっしょい、ケチャップもついて、わっしょいわっしょい。ガルルルルル、マイワオルフ。ああ、歌えた、なんか歌えた気がする。ね、沈めた。湖に沈めの大好きね、お前ら。そして回想は終わり、マイウルフを抱きかかえ、画面は暗くなっていきます。あー、とりあえず一旦前半戦が終了ってことか。これで彼女とこの狼は再び潮の世界で出会いました。もう人は食べたくない、そんな狼の雄たけびを聞いた女の子はいつしかその狼を抱きしめていました。狼は人間の温かさに触れ、そしてその少女に恋をしました。そして彼女と彼は心を通わせました。多分こんな感じ。来たか。これが回想パート終わって、その回想パートじゃないな、なんかまあ考察パートか真実が明かされるときに、なんだこいつの顔、どうしたこいつの顔は。お前魔法陣がすごい浮いとるし。あ、心臓の高鳴りが。何が言いたいんだ。心臓の高鳴り。ん？狼。タコに火をつけ。燃やしてるーん。何よ。あ、赤ずきんと狼が。ペルソナやん、こんなペルソナ化してるやん、狼が。ザ・エンド。あ、こっから真相しなるよね。何だったんだ。なんか赤ずきんの女の子が狼と結託して漁師を殺しに来た感じになってるやん。何よ、何何。